足に来てる。じゃあ、塩田さんの球を採用です。ダブルスのいいとこですね。うん。じゃあ、ちゃん。なんか、グダグダしてる間にバーディー取りに行こう。うん、攻めていこう。うん、攻めていこう。うちら勝ってるから、うん、攻めていかないと。うおー、攻めてる。うおー、うん。すごいボール打ったんだ。やばい。うん、薄かったけど、でもなんかすごい新しい感じ、新しい感じ、薄いから低くてちょっと低く、ね、風を切る感じ。あー、どうだろう、戻ってきてるよ、戻ってきてる、近そう、完璧、近そう、近そう、近そう、近いか、ちょっと、ね、いいよいいよいいよ、相当いいんじゃないの、ね、今ね、戻ったね、うん、めっちゃいい感じ、よし、話そう。うまい。うまいね。でもナイスライフ。いいよいいよ。
ナイスナイス。軽いね。軽い。今なんかちょっと変だった。体重移動しちゃダメ。うん、右で打つ感じ。右で打つ感じ。フィニッシュ取れなくて。はい。オッケーオッケー、ナイス。上手上手上手、うん、上手寝てました。寝てた。頑張れー。疲れさせる作戦。疲れさせる作戦。結構足足に来てる。あ、弱いかもしれない。大丈夫。翔太さんはなんかダブルスが向かないみたいです。10フィートの気持ちいい。お？お？嘘！ああ！来そうだった。危ねえ危ねえ。危ねえ、先手取られるとこだったじゃん。いやなんかもう私パターはいらないけど。パーです。いや、わかんない。またこのホール、リサちゃん一人でバーディー。また、また一人バーディー。一人バーディー。来た。ナイスバーディー。一人バーディー。ナイス。一人バーディー。まあ、まだいけるかなっていう。そうだね。ね、うん。アンダー取りたいね。ね、だんだん戻ってきたからショットも。そうだね、うん、落ち着いてきて。落ち着いてきた。私がもうちょっとヤバくなってきた。なんか、うん、こう面白いじゃないこのコース、うん、だから結構波乱はあるなって思って、一緒に平らでフラットだともう離れちゃうと、うん、もう終わり、うん、僕はまだまだちょっとどぎもを抜かれるコースがたくさんありそうだ。すごいね、アップダウンが激しいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。